こんにちは、ニールセレクトショップです。今日は2022年6月の G-SHOCK の新作モデルをご紹介したいと思います。今回ご紹介するモデルはフルメタルの限定モデル、毎年リリースされ人気のイルクジモデル、田中律子さんがサポートするアクアプラネット、青花オンライン限定モデル、サンドランド、デジタルグリッチ、イリディセントカラーの豪華モデルのご紹介になります。ぜひ最後までご覧くださいね。ではまずフルメタルの限定モデルをご紹介します。1983年に誕生した G-SHOCK 初代モデル DW5000C のデザインはそのままに、フルメタル化した大人気の GMW-B5000 シリーズ、 GMW-B5000TVB はバーチャルワールドからインスピレーションを得てデザインしたスペシャルモデルです。素材にはチタンを採用し軽量化を実現、表面加工の技術を駆使して段階的に着色し、ブラックとブラウンの IP でジオメタリックカモフラージュ柄をコーティングしました。ゲームや SF 映画の世界観を落とし込み、ベゼルやバンドには GMW-B5000 のスペックやナンバーをレーザーで刻印しています。ベゼルのラグ部は肉抜きされ、ケースやファインレジンが顔を出します。ハイスペックなバーチャルワールドのギアをリアルな世界に再現することにこだわりました。こちらのモデルは限定モデルになりますので、ご予約段階で売り切れる可能性があります。ぜひニールのページでお早めにチェックしてくださいね。そして次に毎年人気のイルクジのご紹介です。 G-SHOCK ベビー G は90年代後半よりさまざまな環境団体とコラボレーションモデルを制作しサポートを続けています。 Love the Sea and the Earth というテーマのもと、イルカクジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組むアイサーチジャパンをサポート。今回のモデルはイルカクジラの吹き出すしぶきにかかる虹をテーマにしています。ベースモデルはビッグケースを用いた G-SHOCK G ライドの GWX8900 とベビー G の BGR3000U を採用。爽やかなホワイトをベースカラーに、ベゼル部にはレインボー IP を施し、カラフルな虹を表現。バンドにはアイサーチジャパンのロゴをプリントし、裏蓋にはラブザシーエンディアースのシンボルマークを刻印しています。バックライトを点灯するベビー G にはイルカが、 G-SHOCK にはクジラが現れる特別仕様です。機能面では自然に優しい太陽光で駆動するタフソーラーを搭載し、世界6局の標準電波を受信して時刻を自動修正する電波受信機能付きです。さらにプラスチック素材をすべて廃止し、再生紙を使用したボックスをご用意。また時計の製品袋にはポーチとしても再利用可能な綿 100% の巾着袋を取り入れました。そして次は2022年もベビー G は女優の田中律子氏が理事長としてサンゴ礁の保全活動を行う特定非営利団体アクアプラネットのサポートを行います。今回のモデルは海に漂うサンゴ磯花がテーマ。美しい海を感じさせるスケルトンカラーを採用し、海と磯花が織りなす美しいコントラストをグラデーションカラーの文字盤と濃いピンクの差し色で表現しました。散りばめられた大小5つの磯花のデザインには5周年目を迎えるコラボレーションへの思いが込められています。バンドにはアクアプラネットのロゴとアワーオーシャン、アワーフューチャーのメッセージ、バンドと裏蓋にはラブザシーエンデアースのシンボルマークのメッセージが。さらにこちらのモデルも再生紙の紙箱を使用、ポーチとしても
再利用可能な綿 100% の巾着袋がついています。美しい海を保護し生物を守りたいというスピリットから生まれたスペシャルモデルの登場です。はい、6月もオンライン限定が登場します。青花をデザインに落とし込んだモデルの登場です。ベースモデルはスクエアケースの DW5600、 オクタゴンベゼルの GA2100 の2機種を採用しています。青花に用いられる柄をベゼルとケースに混色成形樹脂に加えて光沢仕上げを施すことで表現しました。伝統的なモチーフをストリートファッションにも合わせることができるカジュアルでスタイリングしやすいカラーモデルです。こちらはスペシャルパッケージでのお届けになりますので限定感満載、ぜひお早めにチェックしてくださいね。そして次は荒野の大地をイメージしたサンドランドシリーズの紹介です。ベースモデルはスクエアケースで電波受信機能、Bluetooth 通信機能、タフソーラーを搭載した GWB5600。 薄型でスポーティーなアナログ針とデジタル表示の GA2200、 そしてタフソーラーを搭載しビッグで武骨な GW56 の3機種を採用しています。サンドランドシリーズではそれぞれのカラーで2色の樹脂を混ぜ込んだ混色成形のベゼルとバンドを採用し、世界各地の砂や土の色をイメージし独特の風合いに仕上げました。スポーツ、アウトドアシーンだけでなくストリートファッションにも最適なカジュアルでスタイリングしやすいカラーモデルです。そしてデジタル世界の媒体であるモニターに映し出されるグリッチ、バグを偏光インクのプリント、マップ印刷、スケルトン樹脂で表現したモデルの登場です。デジタルグリッチ、デジタル世界の雑音という異質さをデザインに落とし込み、ケース、バンド全面に印刷しました。ブルーをベースとしたグリーン系からパープル系の偏光インクを用い、見る人の角度によってさまざまな表情を見せることでグリッチ、バグのような見え方を表現しています。非現実的な視覚効果によりファッションアイテムとしても活用できるクールなデザインとなっております。最後に G-SHOCK で初めてガラス板全面に定着を施したイリリセントカラーシリーズの登場です。光の反射によりさまざまな色合いを見せるレインボー定着により刻々と移り変わる真夏の夕暮れのようなイメージを表現しました。製品一つ一つで異なる輝きになるため自分だけのアイテムとしてもご活用いただけます。ベースモデルにはスクエアケースの DW5600、 オクタゴンベゼルの GA2100、 そしてビッグケースの GA110 の3機種を採用したマットブラック、クリアスケルトンはスクエアケースの DW5600、オクタゴンベゼルの GA2100 を採用しています。見る人の角度によっていろいろな表情になりファッションアイテムとしても活用できるクールなデザインとなっております。今回ご紹介したモデルはすべて6月発売となりまして、ニールでは6月1日からご予約開始となっております。ぜひページにて詳細をチェックしてくださいね。ではまた新作をいち早くご紹介したいと思いますので、ニールチャンネルをチェックしてくださいね。よろしければ高評価ボタンとコメントもお願いします。では次回、さようなら。